でや。うわ、どうしたの？すげえ。いや、あの、これ、あの、差し入れで、ちょっといただいて。これ何？まあ、単独の時のね、おうおうおうやつでいただいてさ。これ多分、あの、マット、この要はあの、ラグか。今黄色のやつあるじゃん。おうおう、これ、まあ、なんかちょっとね、涼しげなのよ、素材が。あ、冷感。冷感なのかな？みたいな。な感じなのかな？でもなんかね、あの、毛じゃないというか、ちょっと。おうおう、あ、いいじゃん。その感じのやつ、確かになんかいいよね、夏っぽくて、うん、で、あと黄色暑いしね。そうだね、うん、あとこれが、あ、なんつうの、敷パッド、霊感敷パッド極み、極み、これすごいね。すごいね、なんか箱、目薬のやつみたい。ほんとだね、確かにロートのやつ、ロートすごいな。いや、なんかこれをちょっと今日は夏仕様に、まあ要は変えていきたいな。変える、まあ変えたいよね、そりゃ。寒いって言ってたからこれ買ったもんね。そうだ、うわー、そうだ、黄色も、ほんとだ、もそう。いや、でもその、なんだ、1年、ん、あ、1年経ってないの、経ってないよ。あ、そっか、うん、やば、まあ、時期1年って言うけど、時期1年なんで年末の方じゃなかったかな、年末に買ってんのか、そっか、確か、そうだよね、年末に買ってんだ。よっしゃ、はい、洗濯、洗濯よ、一旦ぬ抜いた方がよかった。そうだね、マジミスった。まあいいや、これはこれはいいとして、うん、汚い、ちょっとでもサイズ感もね、汚い、汚い、何これ、てかあれか、差し、あの、あれか、差し入れのやつ、梱包材か、そうか、なんでマットの下入ってんのね。いや、あいつらが巻いたんだよ、もう。あいつらが、あの、そうよ、巻きっぱなしよ、もう。いや、とりあえずもう、サイズは、サイズは多分ね、あれほぼ変わんないんじゃないかな。ちょっと縦長じゃない？あ、ちょっと縦長かな。うん、確かに、いいんじゃない、布団の横に、うん、あの、そう、横につけたいのよ、うん、かぶっちゃってる部分もったいないしね。そう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 、あ、なんかいい感じですね、ふわふわしてるわ。これで寿司、うん、嘘、靴下履いてんのに、あ、どれで今なんか全然ハマんねえ。全然熱々分かってから目玉焼き出てきた。そう、目玉焼き出てきた。あ、でも冷たい、涼しげよ、ちょっと、柄も可愛いね、いい感じです、フラミンゴ柄。フラミンゴ柄ってやっぱり、でもフラミンゴ可愛いよね、うん。気持ちいい、あ、気持ちいいですね、とても気持ちいいです。いいじゃん、よし、熱いわ、ちょっとさすがに使い方間違った。熱い、布団やる。で、まあ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 、こんなもん、まあ机は後でやるとして、うん、で、これよね、うん、その箱すげえな、ちょ、こんないかついやつなんだよな、これ。敷きパッドだけかってことなのかな、敷きパッド。いや、布団カバーはないんじゃないか。まあ、それそうだよね、それ枕かな。あ、枕パッドまでついてんの、すごくない。あ、しかも素材気持ちいい、なんか、え、これで落ちてんの、冷たいってこと。あ、うん、あ、ちょっと冷たい。あ、ひんやりする、なんでこれ、わからん、技術や、どういう原理、わかんないな、技術、技術。増えたね、増えたね。いや、ありがたいよ、本当にありがたいことに、こんないっぱい増えたよ。で、で、よいしょ、そりゃ、そりゃ、そして、で、敷きパッド、これを、これ、え、これこのまま上でいいんだよね、うん、多分、まあ、そうだよね、カバーだもん。ああ、またあれだ、本当にこうなってる、この引っ掛けで、うん、一緒一緒、そうですね。いや、本当にマジで夏仕様になるな。あ、紐長、あれか、マットレスタイプのやつなのか。マットレス、あの、厚みのあるマットレス用の紐の長さ。ああ、なるほどね。で、いろいろ対応してるってことだ。うん、まあ俺、すげえ極薄なんだよ、俺のマットレスは。せんべい布団、あの、恐ろしく薄いんで、あ、もう、持って、あ、冷たいわ、嘘、もう冷たいわ、冷たいよ、マジで、本当に。膝が触れただけで、膝が触れただけで冷たい。え、なんでこれ、すごっ。俺もこれ使ってるわ。あ、嘘、これ使ってる、あの、同じメーカーじゃないけど、あの、冷感の、うん、もう変えた。あ、夏仕様した。うん、いいね。
我が家も夏になってきますね、どんどん。だいぶ訪れ早い気したけど、うん、まあまあ4月でもう、うん、ん？ 3 月ぐらいからもうエアコンついてたでしょ。まあエアコンはね、まあまあつけていいやつですから。ではデブの夏はもう2月からどんどん始まってきますけど、早いんだよな。そう、初夏が2月だから俺ら早くて長いんだよな。早くて長いんだよ俺らの夏は。すごいよ。あ、いいじゃん。あ、いいじゃない。で、枕も変えて、枕も変えて、布団もする。カバーだけ外したら布団もこれ、あ、そうかそうか。あ、なるほどね。めっちゃ久しぶりに見た。久々に見たミッキー最近そうなんだよ、出してないんだよミッキーは。そりゃ、お、それも撮る。で、うん、こういうことか。あ、違う、こうやるっていうことも合ってる。まあ外さなくてもよかったけど、洗った方がいいんじゃない。まあ、そっか、洗うって意味でじゃあいいかそりゃ、いやー来た、うわ、冷てぇ、もうこれ。嘘、いいよこれ。いいじゃん、ちょっと寝てみようか。後頭部ガンビエ、さあ、冷たい。え、ちゃんと冷たいわえ、なんでこれ、もうなんでかは俺分からん。確かに冷たいよ。ちょっとね、なんだろう、うん、この今ついてるじゃない、この体が、うん、で、こうやって一回逃げて、これでもう一回また行ったら寒い。いや、いいか、寒いよ、これすげえ寒い。いいじゃん、これずっと寒いよ。家計はどうすんの。家計はどうしようかな。でもそれ暑いだろ、もうこれ暑いな。まあまあ、かけはまあ、うん、まあまあ、最近かけなくていいしな、もう、別にそうだね、もうこれで、これでいいっすわ。あでも俺、じゃあこれかけるわ、じゃあこれ、これぐらいで、痛いっすどういうミス痛い、よし、痛い、寝まーす、もうこれで、ほら、もうこれでいいや。いいじゃん、うん、いい感じっすね。おやすみなさい。いや、つけるのかよ。そういえば、閉めてなかったと思って。いや、まあまあ閉めてない。ああ、太郎、霊感、ひんやり霊感敷きパッドに変えるでした。でした。さあ、来週も痛い、危ない。やろうとしたけど無理だな、これ。どういうこと。今なんか、でっくり返ししようとしたんだよ。うん、そしたらダメだ、もうでっくり返しもできなくなってるよ冷たい冷たいね、これいいね、ひんやり